きな拍手でお迎えください。 WS どうぞ。曲を聴いてください。ミュージックスタート。久しぶりですね。そうですね、本当に久々ですよね、はい、こっちも久しぶりですけど、こっちもめちゃくちゃ久しぶりで、ね、もうみんな暑い中待ってましたよ、今日2人に会うのに。 ありがとうございます。はい、早速なんですけど、はい、このダブルエースっていうお名前なんですけれどもね、はい、これなぜこういう名前にしたんですか。まあ、2人ともエースだから、2人ともトップだから。それもそうだし、その前提がある。はい、まあ、いや、どうですかね、サムジー君、なんか、僕たちメンバーが、ウサギたちが戻ってきて、はい、戻ってきて前に、はい、来る前にね、する前に、うん、2人だけでバチッとしたんだけど、はい、パンキーギャラクシーみたいな、はい、僕たちも2人もなんか、ね、作ったらいいなと思ったんだよね。うん、ですね。だからちょっと考えて、
そう、ダブル。そう、エースになりたい、二人なりたい。いやいやいや、なりたいとかもなってるんじゃないですか。もうそう言われたらしょうがないんですけど、ね。はい、というお二人でございますが、はい、もうすでに韓国の観光イベントには何とかもご出演されてるじゃないですか。そうです、今回が3回目っていうことで、はい、いつも呼んでくださってありがとうございます。やっぱりこういうなんかいい意味がある、はい、そういうやっぱりそういうイベントにはやっぱり参加しなきゃいけないっていうことで、うん、ソンジェット、もちろんファンの皆さんは知ってると思うんですけど、ダブルエースのなんでステージはこの前のライブで終わったんですよ。はい、はい、でもやっぱりすごい今までやってきたこのイベントはやっぱり守りたくて、おー、はい、ソンジェ君もやろうって言ってくれて、やりましょう、そういうこと、はい、そういう、はい、まだ活動しちゃいけないんですけれども、はい、はい、でもこれはずっとやってきたのでしっかり締めくくろうということですから、はい、貴重ですよこれは皆さん、はい、タイミングいい時に拍手してくださいね、お願いします。はい、ということで、まあ、韓国の観光イベント、今回はもうだけじゃない韓国というテーマでお届けしておりますが、今日もすごい人なんですよ。とにかくもうまた改めてね、韓国の魅力にハマってる人多いと思うんですけど、どうなんですかね、最近2人は韓国に行ったり来たりっていうことをやってたんですか。わかったとか。そうです、最近はずっと韓国でちょっといろいろありまして、はい、解決するためにいろいろ、はい、いろいろ解決するためにちょっと動いてたんですけど、行ったり来たりしてたと。嘘はつかないので、嘘はさすが正直ですからね、はい、ということは最近韓国行って随分ここ変わったなとか、ここすげえなとかって思ったところってありました、韓国で。チェグね、韓国でなんか変わったなっていう、例えば、あ、この街随分と雰囲気が変わったなとか、あ、雰囲気40本か、はい、僕がこの前大学路っていうところ、テハン路っていうところで、アイラブユーっていう舞台のために稽古のために行ったり来たりしてたんですけど、はい、久しぶりにトンデムンっていう、はい、トンデムン、はい、服がちょっと安いところ、はいはいはい、でいたんですけれども、あそこの周りが結構そういうミリオレとか APM と撮ったっていう、はい、3カ所しかなかったんですけど、うん、その周りにもなんかでかいビルがいっぱいできて、いつの間にって感じで、そうそう、はい、この後にファッションビルがめちゃめちゃできましたよね。そうですね、あれって大丈夫かなって感じですね、はい、昔はね、あそこにヤグジャン、野球場もあって、そうですね、はい、で今はもうデザインプラザみたいな大きいシルバーのすごい卵型の建物ができて、うん、そうですね、はい、はいはい、雰囲気随分変わりましたけど、うん、でも高まりの店はいっぱいありますよ、まだ。そうそう、なんか裏にすごい美味しいスポットがあるっていう話で、うちらの関係者と行ったことあるんですけど、美味しかったです。美味しいですよね。ソンジュさんどうですか、チェグネ、ハングゲソクも、ソーレも、パキョットン部分になるの、ちょうど、근데별로저잘돌아다니를안하잖아もしかして家ですか、ずっと。ねえ、家の近い距離で、ホンデという、あ、ホンデで、ホンデが、はい、最近結構暑くになって、暑いね、はい、うん、ホンデも、あれ、何でしたっけ、駐車場、これ、ね、駐車場、本当、パッキョッチョ、バジャー、ごめんなさい、駐車場通り、めっちゃ変わったんですよね。最近이번에좀외국인도많고한국인들한국인도오이시관광객도많이있대요그래서僕でもあんまり홍대行ったことないんだよね僕は홍대行ったことないんですか僕성재의家가막스です홍대までは行かなくて성재さんの家でギリギリ行く、はい、あそこの先は行かない、行かないです、遠い遠い、ね、遠い、はい、でも本でも随分最近ね外国人が増えて、あっという間にこう魅力的な観光スポットになってますけども、あれ日本でチーズタッカルビ流行ってるのは知ってるでしょ。そうですね、びっくりしました、いろんなチーズタッカルビができて、うん、なんかこういう鉄板に真ん中にチーズがバーッと乗せられて、ここは辛い、はい、ここはガーリックみたいな、はい、いろんな韓国では打てないそういう高まりがいっぱいあって、はい、ねえ、新大久保なりのそういう高まりみたいな、新大久保、あ、違う、チーズタッカルビみたいな、ソンジュさん、チーズタッカルビ通しましたよ、食べました、日本で、日本で、日本でチーズタッカルビは食べたことない、あ、あれ
まあ韓国でも知事高いよすごく多いから、ええ、あ韓国で食べましたじゃあ韓国でたまに食べますけど、ええ、日本ではあんまり食べてない餃子とかもういろいろ日本では餃子はい日本では餃子が日本まで来て韓国料理あんまり食べたくないんですねでも、うん、ねあのいろんなね韓国のスターの皆さんってこうケータリングとかも韓国料理じゃなきゃダメだとかっていう人も結構いるからあそう2人も、まあ、うちらも、うんうん昔は結構昔は食べてた、うん、はい、最近は、ね、今は餃子はい、餃子じゃなくてもあまあよくもう、もう美味しい食べ物がいっぱいあるからはい、そうですあのチーズタッカルビだけじゃなくて韓国料理美味しい食べ物いっぱいあると思うんですけど、はい、あの今日会場にいらっしゃってる皆さん韓国に行ったことのある方ってどれぐらいいらっしゃいますうわ、すごいですねまだ韓国に行ったことがない方はもちろんなんだけど何度も行ってる人にもこれ食べたら美味しいよっていう2人だけが知ってるなんか美味しいものってありますか、じゃあ10分ぐらい時間差し上げますので後から聞けますので、ね、皆さんごゆっくりお過ごしいただきたいと思いますどうですかそろそろあ、僕あります。あ、ありますね。さすが。やっぱり僕が個人的にあの冷麺が大好きなんですよ。おお、冷麺。冷麺が大好きで、でもやっぱり冷麺だけ食べるとちょっとなんか物足りないって気持ちになるから、ちょっと僕あの店を発見したんですけど、多分ご存知な方もいらっしゃると思うんですけど、はい、土産サゴリっていう江南の方なんですけど、おお、土産サゴリ。その土産サゴリにベンツ車屋があって、屋さんがあって、その後ろのビルの、その後ろのビルに江南妙乃っていうところがあるんですよ。あるある。はい。あそこには冷麺とあのカルビッチングを売ってるんですよ。で、小中大があって小中大まである、はい、で、安いんですよ。安いし、しかも量が多いんで二人で行くときは小カルビッチングと冷麺頼んだらトサンサゴリは登山公園の公園の近くのサゴリですよねそうですねちょっとこう坂キュッと降りたところにあるベンツの店の裏でしょはい交差点があってベンツ、BM、ヒョンでそうそうそうここはなんか新しい建物があるんですけどベンツの後ろにちょっと歩いたらトムトムっていうコーヒー屋があってあトムトムズね、はい、はい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 そこの向こうにあります分かるわ、もう歩く Google マップ見たくなってますけど、はい、すごい分かります、はい、あそこ美味しいんだねあそこは間違いないと思いますこれぜひ行ってみてください、はい、結構ね、2には知られてる店ですこれあ、はい、いやさすが違いますね、岩木さんね孫哲さんどうですか僕は、はい、マンドゥ以外でお願いします、餃子以外で食べ物じゃなくて飲み物なんですけど飲み物は、はい、僕は最近マッコリが大好きなんでマッコリが大好き。マッコリが結構韓国で、うんうん、飲んでいる。はい。マッコリみんな知ってるんですよね。マッコリ知ってます知ってます。どのあたりでマッコリ飲む？あ、でも本当に美味しい店ありますよね。マッコリね。あ、もう여러군데있는데あちこちあるけど、네、이전국에있는막걸리를다모아놓고파는곳이에요아전국에있는막걸리가すべて集約されている人一箇所で飲める場所がある네수십가지정도의종류를팔고있는수십種類네어디에있습니까どこにあるんですか말해주세요압구정로데오거리안에있는압구정도로데오通りにある言っちゃったね言っちゃった一緒に言っちゃったんですけど言っちゃったね一緒に言っちゃった今だけど言っていいのかなって言いながらもう場所言ってましたからねあ、そこにあるんだ。ね、検索箱ですよ。あれマッコリも地盤まだ影まだ진짜맛이다르잖아요。あ、だよ。で、地方ごとに店ごとにマッコリって全然味違うんですよね。で、단マッコリ도있고、굉장히조금달지않으면서도굉장히좀매력있는マッコリ들이많이있어서。甘いマッコリもあれば甘くなくてもすごくそれなりの魅力のあるマッコリもあったりで、その全国のマッコリが集約されている店があると。そうですね、しばらく行けないと思いますけれども、いやでも貴重な情報ですね。あ、本当にマッコリもね味が全く変わってきますから。さてそんなお二人なんですけれども、やっぱりこれからね夏どんどん暑くなってくると思いますけど、韓国の夏ってどんな楽しみ方あるんですか。夜明ハグゲゾのモハメンもチェビッケよろしいですか。
なんか夏の楽しみ方、韓国の。そうですか。요즘같은좋은날씨에는이제한강한강사람들이제연인들데이트도많이하고산책도많이하고데이트시다리산보시다리네거기또한강의야경이굉장히예쁘다보니까야경도기레이다から네사람들이많이가는것같아요네たくさんの皆さんが来ていると、そこであの電話してペダル呼んでチキン呼んで、맞아요맞아요 そこでチキン食べてめっちゃ飲んで、네맞아요맞아요チベックで、맞아요맞아요コンベイですか、맞아요맞아요最近あの何でしたっけ、あのハンガンであの背中からあのなんか水出るやつ、なんて言うんでしたっけ、プッピッシュってあのプシュープシューって、はい、名前は知らないんですけど、はい、やってますね。やってますよね、ハンガンで。물앞수압해가지고이렇게뜨는거있잖아、なんかアイアンマンみたいな、そうそうアイアンマンみたいな、プシューって、はい、そういうのもできるんですよね、ハンガンね。なんか最近ハンガン結構いろいろありますね、はい。どうですか、ユナクさんは夏の韓国。僕は、正直言って夏はちょっと寒いところに旅行行ったり、冬はちょっと暑いところに行ったりする、ちょっと逆パターンの人なんですけれども、はい、韓国にいる時夏はやっぱり家が一番好きで、あのクーラーをつけて、あの僕ソルビンっていうパッピンスかき氷が大好きなんですよ。だから食欲落ちるから、その甘いものを食べながらテレビを見たり、ソンジェを見たりするのが、はい、好きで、はい、そうだパッピンスの時期ですね、そろそろね、うん、だからそういう美味しいところをさっと行って、さっと帰るっていうのが好き、はい、あまり出ないんですよ。どちらかというとインドア派、家にいる派。夏はやっぱりその紫外線も強いし、はい、そうですね、はい、紫外線気になりますもんね、はい、さあそんなですね本格的な夏を迎える韓国なんですけれども、今日はですねこの後このステージをちょっと熱く夏にしていただこうかなと思っております。この後まだ2曲あそうですね歌っていただけるんですよね。うんうん、大丈夫ですか。もちろんもちろんです、はい。